では、続いてのコーナーは久しぶりのもちろんわかるよね以心伝心ゲーム。はい、よいしょ。皆さんおなじみですが、いわゆる連想ゲームで、お題に対してみんなの回答を一致させるというゲームとなっております。まあ少数派の答えが外れっつうことで、今回も罰ゲームがあるそうです。第1問、ででん、祭りといえば、やっぱり俺はブルマジで祭り行った時の印象的なシーンを思い出すな。オッケー、ありがとうありがとう。今のでもうすべてもをいただいた。ありがとうありがとう。これ大丈夫だったかな。もう大丈夫、もう大丈夫。せーの、花火。リンゴ飴。花火。では第2問目、夏の遊びといえば、せーの、バーベキュー。キャンプ。バーベキュー。やっちゃったー。バーベキューかグランピングだと思ったの俺。こっち側に来いよ。第3問、ででん。ででん。夏の食べ物といえば、はい、何々といえばこれでしょみたいなのもう一回欲しいな。熱い砂浜。待って、わかんなくなっちゃった。砂浜。せーの。スイカ。かき氷。以上で本日のお題は終了です。罰ゲームを受けるのは、ヤマト、ハル、レオの3人です。そして今回の早口言葉はこちら。噛むなよ。やめてくれ。この茶筒、マサチューセッツ修正茶筒です。これ1回3回3回連続。この茶筒、マサチューセッツ修正茶筒です。この茶筒、マサチューセッツ修正茶筒です。茶筒。言えた。耳にも止まらぬハヤトだったね今ね。すごい。この茶筒、マサチューセッツ修正茶筒。この茶筒、マサチューセッツ修正茶筒。この茶筒、マサチューセッツ修茶筒。この茶筒、マサチューセッツ修正茶筒。この茶筒、マサチューセッツ修正茶筒。この茶筒、マサチューセッツ修正茶筒。正解。これが春の正解。確かに春の正解だ。これをもうスポット動画にして流しましょう。恥ずかしい。切り抜きで。切り抜きで。春の正解だよ。